かジャリジャリで寿司が食いねえよ。あ、いやしかしこんなさもしい気持ち腹おらり、こんな日は分裂するしかねえよな。ジェイスアップの心とかすでに分かれてる。すいませんことよ、今すぐその手を離しなさい。高額請求が怖くて出前が頼めるか。いや、俺の前がなってもいいんですよ。今この瞬間を自由無事に楽しむのが人生なんだよな。乗っかりの顔とか今日と最後にやってお届けするのに時間ほど使おういただいておりまして、うん、こっちは毒のどんちきむかちがするんだぞ。今来てもお寿司は提供できないって暴れてんだくれてしんちゃん。勝手してこと、あー炊飯器くん炊いたお米を残しといてって言ってた。大のおにぎりの分まであいつに使い込んだってわけ。いい加減にして。うん、そうやって都合のいい時は黙り決め込んでほかほかに炊けたら得意げにピーピー泣くくせに、この口で炊いたんでしょなんとか言ってみなさいよ。ハチそんなに熱くならなくたっていいぜ。何この店は客に茶も出さないのけ。闇を言ってはいけませんわ。いかなる時でも言うことだ。主人ですー。ビチ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 何してもしょ。キーズでビチ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 。おお、ビチビチ。これ完全にとどまりきた。そんなに見せてやるよ。おら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 おむすびコロリンパンパン。あなたが落としたのはこの金のおにぎり、それともこの銀のおにぎり。おにぎりキモギモねえだろうが。これは握りこぶし。ここはもしやピュートファクトリー。あれー、来たね。寿司ってこうやってできてるんだ。この大量の寿司たちは私の口座から生まれたもの。自由意志の名のもと結局よくなリベンジキーズ。その時気づいたのです。口の中で暴れる魚とお米、決して交わることのなかった海と大地が織りなす奇跡のハーモニー。それはつまり互いを思いやり認め合う心だったのです。あなたも私の一部なんですわね。それどころか俺ら二人で、いやみんなでお寿司だったってことさ。なんでこんな簡単なことに気づかなかったんでしょう。納得したなら早く戻れよ。私に戻ってきなんし。なんだかむずがゆいぜ。ポルカポルカポルカレベルトゾコジュンムニオスポルコスポルカ、また一緒になろう。ガッチン俺たちんちょーほとんどのゴミや。待ってお前、お金を離れなさい。おいしろいな。おい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 、牛だ。寿司から白髪のエースが抜けて牛になったんだ。ブルッチマンが来てきたぞ。牛って